どうもこんにちは。今日はブックレビューをしていこうと思います。今日のタイトルはこちらでございます。1食100円病気にならない食事、幕内秀夫さんの本を読んでみた感想とかまとめとかを話していこうと思います。はい、タイトルがかなり魅力的な本ではあるんですけれども、読んでみた感想なんですけども、まず最初にしていこうと思うんですが、かなりショッキングなタイトルではあるんですけども、書いてる内容はかなり、正統派というか、こういう食生活確かにいいなと思えるような内容が書かれていましたので、私も食生活少し参考にさせていただこうというふうに思えた本でございます。それに加えて、タイトルだけではなくて、ところどころでちょっと極端な話が、オーバーな話が入ってくるので、読んでいても飽きないですし、あ、面白いなっていうエピソードがたくさん載っているので、もう楽しい本だったのでぜひ読んでいただきたいとは思うんですけれども、まずこの幕内さんがおっしゃられるのはですね、何かっていうと、日本の伝統的な食生活に戻った方が体にいいですよっていうことなんです。食事を良くしたからといって、病気が治るっていうか、いうわけではないというところはまずおっしゃられてます。どういうことかっていうと、病気になりやすい食事をやめるっていうことは、体が健康な方に戻っていくのは当たり前だから、そういうふうにしていきましょうという考え方みたいです。なので、健康にマイナスな食事を避けていきましょうっていうのが、この本の趣旨でございます。で、体を害するものは何かっていうとですね、4つほど挙げられていて、精製された塩、精製された砂糖、旨味調味料、油ということですね。この4つを極力避けていくと。結果として日本の伝統的な食事になるということらしいんですよね。で、この、その4つの問題児がいるんですけど、これが一つ一つで対処するのはまだいいんですけども、この4つとも入っていると、その力がですね、10倍にも20倍にも悪さをしてしまうっていうことで、複合的に入っている食事は避けましょうということですね。で、複合的に入っている一番最悪なやつが、マヨネーズということらしいです。油が 70% で、砂糖も入っていれば、塩も入っていれば、旨味調味料も入っていると。美味しいと。食べすぎると。使いすぎる。で、体が悪くなっていくっていうことですね。で、同じように、スナック菓子だとか、ケーキだとか、クッキーだとかですね。こういったものは、結局その4つがたくさん含まれていて、複合的に含まれていると。しかも。っていうことで、それを避けていきましょうということでございます。で、一般的に、なんて言うんですか、スタイルを気にされるとか、健康を気にされる方の、されてるんだけど、実はダメな食事の例として挙げられていたのが、朝がシリアルを食べて、昼はパスタを食べて、お昼はお腹が空いたのでチョコレート食べて、夜は食べ過ぎを抑えようということで、サラダとヨーグルトを食べるという、こういう食生活がダメだというふうに言っておられます。まず何がダメかっていうとですね、まず粉物ですね、パスタとかシリアルとかっていうのは、一回粉にしている分、腹持ちが悪いと。腹持ちが悪いと結局たくさん食べてしまう。し、間食をしてしまう。誘発してしまうっていうことと、乳製品がダメだっていうことですね。乳製品を取ると、乳がんになったりとか、そういう、病気に、の人が、好むものだということで、牛乳を使いがちなそのシリアルとかっていうのは良くないっていうことですね。で、一見サラダが良さそうなんですけど、サラダには結局、マヨネーズをかけたり油かけたりとかですね、そういう風にしないとなかなか食べれないということで、
サラダを食べることによって逆に体が悪くなるっていうのがこの方の主張でございます。で、逆に、まあ、どういうふうな食事がしていければいいかっていうとですね、ご飯、味噌汁、副菜でいいということです。ただ、最終的に、まあ、いろいろ書かれているんですけど、どうやったら安く食べれるかっていうことが具体的に書かれてはいるんですけど、このマクジさんも最終的にはですね、家で玄米で買ってきて、で、家で精米機でついて、で、炊きたてご飯を食べるのが一番美味しいですよと。で、ご飯、まあ、その、まあ、副菜、ご飯、味噌汁、副菜で寂しい分はですね、ご飯茶碗を良くしてみたりとか、お箸を、まあ、おしゃれなにしてみたりとか、することによってカバーできるし、ご飯もその玄米をつきたてで炊ければですね、そんな炊飯器のいいものなんか必要ないぐらい美味しく食べれるよとか、あとは味噌汁もですね、味噌にこだわれば美味しくなりますよということが書かれていたりとかで、まあ、結構まともな話が最終的には書かれています。で、あとはまあ副菜なんかもですね、その揚げ物っていうのは極力避ける。もちろんそのたまに食べるのは構わないけれども、極力避けていくっていうことが大事だし、まあ副菜を作るにしても、まあ今の旬のものを安く買ってきて、買ってきたその日に調理してそのまま食べると。ですから、たくさん買ってきて冷蔵庫をパンパンにして、で、もう古くなったものを食べるんじゃなくて、あの新鮮なものを買ってきて、その場で調理してすぐ食べるっていう感じで過ごすと、まあ体にいいですよということが書かれていました。なので、結構ですね、最終的な落ち着きどころは、なんか私が話すと面白くないんですけれども、それが結構極端な例がたくさん出ていたりとかで非常に面白いです。例えば、まあ、せんべいなんかも今はスナック菓子だと。まあ、醤油とか砂糖とかいろいろ使われているので、もうスナック菓子と同じだからもう意味がないとかですね。野菜ジュースはもう香料ジュースと一緒だと。香料でごまかされているだけでいいものなんで何も入ってないとかですね。そういったことがいろいろ書かれています。で、昼のおやつもですね、おにぎりと水だけでいいとか、あとは、餅とか芋とかトウモロコシとかですね、ナッツとかドライフルーツでいいとかですね、そういうことがまあいろいろ書かれていて、本当にいいなと思えるところがところどころに入ってきて、あ、これ極端に書いてんなっていうところが書いてあったりとかで非常に面白いです。で、この幕内さんが考えた言葉の中でちょっと一番面白いなと思ったのが魔よけそっていう言葉です。何かっていうと、マヨネーズとケチャップとソースの頭文字を取って、これを使うと体に悪いっていう、マヨケソを極力避ける食事にしましょうということですね。で、実際そのマヨケソを使うものですね。マヨネーズはもうその単体でかなり凶悪らしいんですけども、ケチャップソースっていうのが悪いわけではないんですけど、まあ、ケチャップソース使うっていうのは大体油もん、揚げもんですね。っていうものが、にかけることになりますので、それを避けるために、マヨケソを使わない食生活をすれば、そういう、まあ、揚げ物も避けれるし、まあ、マヨネーズはまあ、単体でダメなんで、あれなんですけども、揚げ物を避けることにつながるということで、マヨケソを避けていくことが大事だということを言われていました。なので、私もですね、確かにそう、マヨネーズとか大好きですし、その結果メタボになっているところもあるので、そういうのは気をつけていきたいなと思いましたし、確かにまあ賛同できる部分もたくさんあったので、ぜひ参考にさせていただきたいなと思いました。最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。